うちのチャンネルで言われた、はい、今日990点への道。始まっちゃいました。おはようございました。始まりました。ミキチャンネルです。今回はですね、シカスクエアのですね、何でしたっけ、ディーモンズヘッドでしたっけ。デーモンズヘッドです。キトーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今回はですね、キトー先生がやってきた英語のその、ね、勉強法をちょっといろいろと聞いていきたいんですけども、はい、どうでしたか。英語自体は得意でした。好きでした。ですね、大学受験までは得意で好きでした。はい、そうだったんですね。今は、好きです。得意な部分が得意ではないです、別に。そうだったんですね。大学受験までどんな感じで勉強してきたの？大学受験まではそうですね、全部結構好きでした。単語覚えも好きだったし、その文法とかを理解するのも好きだったし、つまんないなと思ったことないですね。ああ、そうだったんですね。参考書とかやりましたか？あ、やりました、やりました。中原先生という方がやっている、出生文法、問題成功ってやつと、はい、あと単語帳は、ターゲットっていう、今は多分人気あるんじゃないかと思うんですけど、それをやって、まあ、それをメインで、たまにそのデュオっていう、なんか、今あるんですかね。あります、あります。文章で単語を覚えるってやつ、はい。あれぐらいですかね、やったのはね。お、それぐらいなんですね。あとはもう過去問。あと過去問しかやってないです。都営文法のやつは、網羅性があるわけに薄いじゃないですか。はいはいはい、なので、結構効率いいな、これって思って。で、ターゲットも結構。覚え方なんかコツとかあったんですか、ね、覚え方のコツ、もちろんなんかすげえありがちな話ですけど、はいはい、説答語とか、はいはい、設備語とかでまとめるとか、はいはい、オンとかインとかそういうの。で、なんつうか、イメージをみたいな。はいはいはい、のはやってましたよ。でもなんか単語帳にこう丸とか×とかつけて、はいはいはい、なんか理解しないやつをひたすら、なんか赤いシートも入ってたの、ちょっと忘れましたけど、入ってますよね。それで、なんかやってたと思いますね。そういう感じでやってたわけですね。はい、で、なんたって、あれじゃないですか、センター満点。そうですね、センターは。二次試験はどうでした？英語。結構取れました。東大の二次試験。結構取れたと思います、ぶっちゃけ。なんていうか、点数解除が僕の時されないんで、はいはい、わかんないですけど、まあ、100点ぐらい打ったんじゃないですか。120点中。結構いい点取れたんじゃないかと思うんですけど。すごいですね。英語の資格とかの勉強も始まっていくと思うんですけど。ああ、はいはいはい。受けた英語の資格ってどんな？TOEIC と、あと大学の時に受けて落ちた英検1級があります。英検1級は一次試験のやつが、あと1点か2点で落ちましたね。TOEIC は？ TOEIC は大学1年の時受けて、ノーベンで受けて835で、はいはいはい、で、これで試験形式理解したんで、じゃあちょっともう一回受けようっつって、ロースクール受けるときに必要だったんで、はいはいはい、大学の時受けて855かな。なんだろう、弁護士の1年目か2年目ぐらいに、はい、よし、じゃあちょっと TOEIC 900取ろうと思って、当時思い立って、で、受けて、で、1回目が880で、はいはい、2回目が920だったんですよ。なんで、あ、やべ、やべ、行ったからもういいや、うんうんうん、そっから受けるのやめました。920まで行ったわけですね。その TOEIC の時、どうやって勉強しました？ TOEIC の時はですね、なんか、時々いろんなチャンネルで TOEIC のアドバイスしてるじゃないですか。はい、すみません。何点の方の前で、すごい、マウントされてもらったり。とりあえず僕のレベルだとね、はい、950点、60点は分かんないですけど、はい、僕のレベルだと単語だけでいけるんですよ。おお、なるほど。で、リスニングも、まあ、聞こえないんで、言っても、はいはい、なんですか、最初の方は分かりますか、パート1、はい、パート2ぐらいは分かるんですけど、はい、3、4あたりになると、もう結構置いていかれるやつもあるんで、はい、まあ、なんかそこは、説問を最初に読んで、はい、みたいな、その試験テクニックでなんとかするっていう。そうですよ、で、リーディングは全然大丈夫ですか？リーディングは急いで読むっていうぐらいですかね。あと説明も先に読んでたと思いますか、はいはいはい、そういう感じなんですね。で、920までいったわけですね。じゃあ、うちのチャンネルであれですか、人、はい、990点への道。始まっちゃいました。スパッと始まっちゃいました。190はちょっときついです。待ってください。そうです。いや、900の人が、グッズさんのそこしかないんですか。そうですよね。でも、じゃあ、英検1級の道にしますか。英検の方がね、だってなくならないから。TOEIC 取っても2年でしたっけ？あ、TOEIC ないですよ。日本は、現
ついてません、2年です。あ、有効期限ないんですか？ないです、ないんだ。あ、右、あのですね、スコアシートの欄はあるんですよ。その有効期限書く欄はついてるんですけど、日本はそこ空白です。あ、そうなんですか。他の国はそこにちゃんと期限が書いてある。へえ。日本のスコアシートには書いてないんで。あ、そうなんだ。じゃあ俺もじゃあずっと言い続けよう。そうそうそう、それも英検1級だったらトイック満点よりは取りやすいですよ。あ、そうっすか。英検1級の方が取りやすいです。そうっすね。まあ、E 研究、E 研とかもな。単語がね、やけに難しいなと思った記憶ありますね、E 研の方が。最初の、最初の語彙問題は、もうぶっちぎりでトイックなんかやはり難しいですから。ああ、そうっすよね。でも、暗記も好きだし。英語好きなんで、得意じゃないんですけど、好きなんで、はい、全然努力ができますよ。なるほど。トッフルも、97点ぐらいだったんで。あ、トッフルやったっすか、IDT。トッフルには2回だけ行きました。あ、そう?1回目が85ぐらいだったかな。で、2回目が97で、ちょっと100点いくまでなんでやろうと思ったんですけど、なんか受けないやめちゃった。あ、じゃあ受けたんですね。トフルどんな感じでやってたんですか？あ、ずっと大学。いや、ね、トフルは一瞬留学しようかなと思ったことがあって、はいはい、なんか、いい点取らなきゃいけないんですか、はい、確か。105とか110取らなきゃいけないじゃないですか。あ、それ ID リーグ。あ、そうそうそう、ID リーグ行こうと思ったんで。はい、なんで、まあ、ちょっと頑張ろうと思って、はい、97で挫折っていうね。でどんな勉強してました？スピーキングが大変です。スピーキングはやばいっすよね、はい、何点だったかな、15、6点、16、7点だったかな。そうなんですよ、そんな本しか取れなかったっすか。で、リーディングとリスニング結構工夫して、はいはい、27、8点だったかな、そのしたけど、はい、ライティングもあれコツがあるんですよ ね、 そ, うですね、でそのコツを得ないまま結構やっちゃってたんで、20点はあった。おー、なるほど。21、2点だった気がしますね、うんうんうん、それやっぱりこの勉強してスピーキングもちょっと良かったのかもしれない。18とか19ぐらいの上がってったわけですよね、多分ね。最初はやっぱ試験形式に慣れてないんで分かんないんですよ。 あと周りで喋ってるやつがいるからすげえ気になるんですよ。気になりますよね、あれね、本当に。あれ開始時間ずれてるんでしたっけ。そうです、そうですよ、ね、からそうですよね。なので自分はねみたいな、まあ、気が散るよこれとか。そう、気が散る。リスニングの時に喋ってくんなよみたいな。はい、そうです、そうです。リスニングの時にあの喋り始めちゃいます。そうね、そうなりましたよね。なんで結構大変です。まあまあトフルもね、来あのこのビデオが出てる時というのは新形式になってますんで。あ、そうなんですね。またトフルも変わるんですか。変わってます、ね、おお、はい、絶対無理っすね。スピーキングはちょっと難しくなっちゃうんですけど、他は楽になる。あ、そうなんですね。短くなるんで。へえ。時間が。なので、じゃあトフルにしますか。もう何年か何年も挑戦させるみたいな。もうあれです、何年越しから夢で留学しちゃうみたいな。だったらなんかこう海外の弁護士資格とか、ああなるほど、の方がいいのかなっていう気がしますけどね。じゃあいいじゃないですか、海外の弁護士資格を取るためにとりあえずトフル。すげえ思ってます。そういうチャンネルなんです。いや、なんで誰かに挑戦させるってしょうがないです。もうちょっと考えてみますね。いや、カリフォルニア州弁護士は、ね、いいなと思ってるんですよ。そうなんですね。日本の弁護士資格があると留学してなくても受けられるんですよ、試験。そうなんですね。受験資格があるんですよ。おお。で、この資格スクエアっていうのをやろうと思ってた。スクっていいんですか、これ。誰か。資格スクエアは、資格スクエア。資格のこうスクエアって広場なんですね。そうですね。はい、で、かつこう公平って意味もあるんですよ。ああ、はい。なので、みんなが平等に資格を学べるような広場にしましょうよと。なるほど。あ、そして資格と資格。そうなんです。なるほど。資格なんですよ。これ英語で言うとスクエアですね。じゃ長方形ならレクタングル。こういう感じ。正方形じゃない。ちょっと想像してください。そういうダジャレだったんですね。ダジャレも最後の意味としてありますよ。じゃあ資格スクエアってどんなとこなんですか。理学実習とか独学っていうのは勉強のほとんどだろうと思ってるんですね。なるほど。多分こういう YouTube とかもYouTube とかも結局はその独学を助けるためのものじゃないですか、はい、なのでその独学自学自習がメインなんですよ。なのでオンライン学習っていうのはあくまでそれを助ける補助教材なんですよっていう位置づけで、インプットの学習とか、あとは問題解くってアウトプットの学習とかをこうサポートするような学習システムですね。システムやっぱスクエアじゃないですか。スクエアってことじゃ違うんですね。そうですか。それでもいいっす。今日からそのまま褒めるわけにいく。スクエアを。スクエア。そうです。じゃあ、プレゼントがあるですし。あ、そうですね。暗記のための7か条っていうのを作ってまして、はい、皆さん暗記に困ってる方が多いんで、はいはい、どうやったら暗記ができるかっていうのをですね、私がこうまとめたレジュメがあるんですね。はい、これもともと私が出している超高速暗記術っていう本があるんですけど、そのエッセンスをまとめたものになります。で、これをですね、このチャンネルから、資格スクエアチャンネルに来ていただいて、
でチャンネル登録をし、どっかの動画にですね、森健先生、森健って誰森健とかって言ってる登録していただけたら、ね、疑心暗鬼の7個でしたそれはあの森田さんの僕に対する認識が疑心暗鬼のですねお越しいただきました、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。Be sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.